旦那は朝廷主感覚で、妻、イコール、召使いどころか奴隷、と思っている。私にはすでに実家がなく、兄弟もいないので、旦那は、私をいいように使ってもいい相手だと思ったんだろうな。罵声や暴言は当たり前で、暴力はないけど、モラハラが半端ない。最初は、私も頑張って旦那に尽くしたけど、いい加減、死ね、クズ、のろま、なんて、淡々と毎日言われ続ければ、うんざりしてくる。そのくせ、自分は、本当に何もせず、会社に出勤する準備も、全部私にやらせるし。背広には、財布に定期にハンカチにと、必要なものを私が準備して着せてあげて、本当に、大きな赤ちゃんを、世話してるようなものだった。それで、何か忘れ物や、準備にミスがあると、ボロクソに怒られた。2年我慢したが、アホらしくなって逃げ出すことにした。旦那にバレないように、密かに、逃亡準備を着々と進めてた。私は家族はいないが、友人くらいいる。他県で、飛行機の距離の友人にこの話をすると、全面的に協力してくれて、私の住む部屋とかいろいろ用意してくれた。あとはタイミングだけって時に、旦那が、1週間の海外出張が決まった。ここだと私は確信した。海外出張の直前、旦那は、やっぱり、私に、出張の準備を指示してきた。私は、海外宿、大きなトランクに、1週間分の着替えやら何やらを準備して、会社用のカバンにも、書類やら何やら準備した。そして、背広には、財布と定期の他に、旦那の好きな推理小説作家の新刊を入れ、その本の間に航空券を挟んでおいた。玄関で旦那を見送る時ほど、嬉しかったことはなかった。私は、そこから、風のように自分の出かける支度をして脱出。脱出ついでに、以前旦那に脅されて書いた離婚届を、サクッと提出してきた。俺はいつでもお前を捨てられるんだ。と言われて、無理やり書かされた離婚届。これを書いた時は、ちゃんとしないと捨てられちゃう。なんて、すごい怖かったのに。今は、本当に書いててよかったと、マジで思った。それから、無事に飛行機に乗って、友人がいる他県へ脱出完了。ちなみに、旦那の出張用トランクの中身は、程よい重さのある1キロの砂糖が数袋と、あとは全部パンツだけです。パンツは大切だから、綺麗な新品で揃えましたよ。旦那の会社のカバンの方ですが、絶対に忘れちゃいけない資料は、もちろん入れてませんとも。私が、数日かけてファイリングした、ポスティング広告だけです。財布は、ほぼお金を抜いてあります。定期のスイカには、金額チャージはしてあったので、空港までは、問題なく行けたんだと思います。空港まで着いたとして、ちょっと売店で買い物とか、カバンの中身とか確認されたらアウトでしたが、私が持たせた推理小説が、いい仕事したみたい。旦那は結局、出張先の現地に着くまで、カバンや財布の中身を確認しなかったみたいですね。航空券は小説に挟んであったから、そのまま出してチェックインして搭乗してくれたのでしょう。家の鍵なんて渡してませんから、どうにか帰ってこれたとしても、家に入れませんね。私はいないんですから。それに、私が家を出た後に何かあったら大変なので。電気、ガス、水道に、ネット環境まで解約しておきました。洋服やらパンツや靴下とかは、部屋のありとあらゆる引き出しに、バラバラに入れ替えておいたので、探すのは大変でしょうね。1日1万円の計算で、私が旦那に尽くしてきた奇数分の貯金はもらってきました。3年も休みなしに尽くしてきたのだから、許してくれるでしょう。私の逃亡と計画が、旦那からの大量着信によって、成功したのだと実感したので、記念書き子です。今から携帯を解約してきます。今は、まだ、出張先の海外にいるはずですが、元旦那以外にも、他の社員がいると聞いていたので、なんとかなるとは思います。まあ、知ったこっちゃないです。